インタビュー。さあ、えー、今日はですね、えー、文芸春秋さんにお邪魔して垣、えー、根亮介さんにインタビューさせていただきます垣根さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、今日はですねもうあの初対面で緊張してるんですが初対面早々ちょっと謝らなきゃいけないことがあってですね <laughs> はいあのこの 極征夷大将が出た時にですねはいあのちょっと正直ちょっと読むのしんどいなっていうふうに思ってなかなか開けなかったんですよっていうのもあの時代小説が本当にもうダメででも読み切ったことがなくてこの句怒られますけどねあのこの石田屋の番組の直木賞の受賞候補みたいな今回もおめでとうございます。 いやいや、まあね、はい、これ配信の時はちょっとわかんないですけど、はい、はい。あの、そういう感じで、ちょっと正直、なかなか読むのがって思ったんですけど、いや、もう本当に、あの、忖度抜きで読ませていただいたら、もう、の面白くて、もうなんか最後まで読めたら初めてで。で、まあ2段組じゃないですか。<laughs> そうですね。2>, これ2段組っていうのは、結果的に2段組。結果的に2段組です。<laughs> 結果的に2段組です。<あ>本当ですか。はい、でも、やっぱりなんか、垣根さんの本っていうと、あの、ワイルドソールとかもそうですけど、結構なんか、ボリュームが、 同じ1300枚ぐらいですかね。これ売いやこれはね実を言うと 1, 1> <あ>1700ぐらい書いて、えー、それをね300ぐらい落としたやつなんですよね。あ、そうなんですか。うん、はい。じゃあもう300枚あったんです、ね。ありましたね多分。それは変な話、はい、なんか何の制約もなかったその乗せたかった感じですか。まあ何の制約もなかったら乗せたかったですけど。はい そうすると一冊には到底収まらないので、はい、そうするとその出版社との今後の売上見込みの関係とか考えるとなくなく一冊にしてなくなく三百ぐらい削ろうかって話ですね、はいはい、そうだったんですね、はい そんな中で今回本当にねあの読ませていただいてあのあっという間に読めたんですけどもこれはあのそもそもですけどあの僕何かの、えー、と取材記事であのやっぱ書きたかった高橋の新しいイメージを打ち出せたっていうふうに加計さんがおっしゃって、うん、そ,そんなこと言ったかなみたいな今顔されてますもんそ,そうですそうですでもまあ多分あの書きたかったイメージとかあったと思うんですけど、うん、まあ今それを改めて取材したとど,どういうことでしょうね書きたかった高橋のイメージですか。うん もう人間的にはグズグズでググズズ、何の中身もないだらしない男っていう感じですよねただ、はい、そのだらしなくてグズグズな男が超優秀個人的に見れば超優秀って言われてた楠木正重とか新田義貞とか後醍醐といのを次々迎えしていくっていうところがうん、うん、まあ面白いかなって僕は思ってたんですよねずっと昔からこんな中身がなくて、はい 個人人とととして見ると本当人間としててる本当間なんですよね。うん、でもなぜか彼が最終的には生き残っちゃったんだっていう感じのところは昔からずっと興味がありましたね。そういう意味でねあの、まあ、ここにもまさにキャッチコピーでやる気なしメーカーなし、まあ、執着なしっていうことで、はい、あの高内なぜそんな人が人間天下取れたのかって今の話に繋つながると思うんですけど、まあ、あの先ほど話したようにお恥ずかしながら僕歴史が弱くてでなんかやっぱり。 これ歴史小説その三英傑じゃないですけど信長秀吉家、はいいはい、まあ柿沼さんもねあの信長も書かれててっていう中で、うん、高氏確かに幕府開いたな征夷、うん、大将軍だなっていうのは僕ですら当然知ってるんですけど、うん、でもやっぱり真っ先にそれほど天下取ったのに中身はあんまり知らない人が多いというか、うん、そ基本的にその、うん、さっき言ったように中身がブレブレなんで <laughs> 生き方自体もブレブレなんですよ。はいはい そうすると信長ってばだよよねねっていいう確立したイメージがなんですだからその室町幕府を開いた偉い人的な印象はあるんでしょうけどその尊氏っていう個人にまつわる印象は大半の人はないんだと思うんですよね。その中そんな中でこのね書こうと思ったら着想にもつながると思うんですけど垣根さんは以前からちょっと興味は持ってたっていうのはそれはなぜですか なぜっていうと、うん、まあ昔読んで高尾氏って本当はこんなかっこよくないかっこいいはずがないんじゃないかなともっとかっこ悪いんじゃないかなと、うん、でもっとグズグズなんじゃないのかなと、はいはい、そうすると高尾氏が起こしたいろんな曲いろんな局面での決断に全て納得がいくんだけどなっていうことは思ってましただから信長とか、はい そういうパキッとした生き方をしている主人公とはおよそ遠道いところにいるのが高おじなんじゃないかっていう想像をしてました。で、そういう高おじを描きたかったんですよね。でもそういう意味ではこうなんて言うんでしょう。そのまあ信長とか秀吉とか家康とかまあキャラクターも際立って、うん、まあブレないイメージみたいのがありますけど、うんうん、おかげ瀬さんにしてみると逆,逆にこうこのグダグダのグダグダであるかもしれない高おじがちょっと光った宝石みたいに原石みたいに見えたんですか。 まあ実は僕歴史小説を書く時も絶えず今っていう時代とのリンクを考えて書いてるんですが今ってパキッ何しろ確固たる倫理観価値観を持った人人生はこうあるべきだとか何とかすべきだっていう生き方をする人っていうのは結局時代の変化の中に溺れてしまうんじゃないのかな何しろ沈んでしまうんじゃないのかなっていう。 えっと、感覚があって、激動の時代っていうことで言えば、これほど実は激動だった。時代は割と僕ないと思ってます。そ,すねはい、その鎌倉末期から、はい、物の末期初期にかけて。うん、要は朝廷も含んでぐちゃぐちゃになってるっていう感じ。すごいですよね。で、そこの中で英傑と呼ばれた人、歴史上の人物は次々と。死んでいくなり、高氏に破れて、滅んでいくなりするのに、うん、何の取り柄もない。一見、うんはい、高氏は。 淡々と生き残っていくっていうそこの何て言えばいいんですかね。人の世の面白さみたいな感じがやっぱり興味があったんですよね。まその中でこうその小説家として、垣根さんがやっぱり基本的に何か方法論として、まずテーマがあってテーマが入る素材があって素材が入る登場人物、この三要素で青写真を撮る。それは今も基本は基本変わらないです。 そうするとまあやっぱりどうしてもこの作品ね高内高内って今も話に出てくると、うん、人物の話に寄ってま寄ってるというか今なってますけど垣根さんの中で今のステップだとそれとテーマっていうところでは最初どういう今の三要素だとテーマというか、うん、結局ある意味、うんうん、自分の人生は自分では決められないって話ですよねそうですこの中にありましたねお父さんが言ってますよね、うん、はいはい、はい、現実問題として僕らもそうで、はい、僕らに決められることって、はい そうですね。明日になったら分からないじゃないですか、はい、雨降るかもしれないしうん、うん、ロシアがもっとえぐい攻撃をするかもしれないし、はい、そうやって今の僕らの日常って日本だけじゃなくて日本以外の全部国もひっくるめたいろんなうごめきの中で成り立ってるんで、はい、うごめきですね、はい、なので実言うと割と自分に決められることはないだろうと僕は思ってます。うんうん、ででそこの中で 確固、まあ、たる生き方っていうのは割と美しいし、うん、そういう小説があるのも知ってますが、はい、じゃあその生き方が現実的に今の時代だとかなり困難な生き方だと思うんですよね。とか信念とか、ね、今の時代においては実は僕そういうのは雑教物にしかならないんじゃないのかなって思うこともしばしばあります。はいはい まあそういうい中で先ほどね現代のいろんなそういうことも踏まえてリンクしてるとおっしゃいましたけど、うん、それが、まあ、何が先にってあったわけじゃないと思うんですけど垣根さんの中でそういうものをやっぱり時代をまさに感じてる中で高氏のこともずっとちょっとフローして浮いてたのがなんかこのタイミングでじゃあこれでいこうみたいなやっっぱかかあったんですもともと「文春さん」という版元では、はい、この極楽生大将軍を書く予定ででではななかかったんんすすよあそうなんですか今要は <laughs> そうです小学館の「週刊ポスト」で連載している「ろうの夏」っていうのは、はいはい 書く予定だったんです、ねはい、ただそのある日「その,影の夏」の打ち合わせの時に、うんはい、ポロッと僕が「足利尊氏ってさ極楽征夷大将軍って感じだよね」みたいなことを言っちゃったんですよ編集者の前そしたらそれも決まりみたいな感じになっちゃって <laughs>、えー、で実は僕相当それ抵抗したんですよ。抵抗したたんでですすか書きたくなないっ,つってなぜですか くさっです大変なの目に見えてますしもちろん鍵の話もめちゃめちゃ大変なんですよ今も。ただこっちはこっちでまた違う種類のすごい大変さがあるんですよ。その資料との整合性をつけるとかそかから資料本格的に込まないとあとは本当に内面虚無な人間をかけるかどうかっていう問題もありますしその力量の問題として僕の書きたくなかったのが正直なとこですね。実際 予感は当たって大変でした。予想以上に大変でした。めちゃめちゃ大変です。<laughs> その予想が100だとしたら実際どのくらいでした ?150 とか70ぐらい行ってますね。はい、それはかなりしんどかったです、ね。しんどかったですね。じゃあ実際今何を持って、じゃあそのポロッと言っちゃってじゃあ行きましょうっていう時から、まあ、まあそこをスタートすると結局ど、どのくらいそこからだと5年は経ってると思うんですけど。<あ>はい、それは垣根さんの世の中でも結構かかってる方ですか、うん、いや、そんなもんです あの話があってだいたい五年後に本になってます。だ、はいたい僕のパターンは。ああそうなんですね。てかだって試用、いやそうですね。試合の時間も相当やっぱ一、はい、年はかかりますから、はい。はいはいはい。まあその中でこうねやっぱり歴史小説だとまああの他のね今まで書かれてきた例えばワイルドソウルとかも実際二ヶ月取材されてたりとかあるじゃないですか。で <laughs> 僕大好きなんですけどまあそれとはまた違った意味での大変さ、うん、つまり例えばワイルドソウルだったらまだその 当時、えっ、ー、と、日経その一斉みたいな、方、うん、多分まだ、ね。まだいら,いらっしゃいますよね。さすがに、絶対こっちはいないですよね。<laughs> まあ、少なくとも、話は聞けないです、ね。<laughs> そうですよね。だから、はい、まあ、そこ、まあ、比べるのも、ちょっとナンセンスかもしれませんが。がある種の、この歴史小説ならではの。難しさであると同時にも、その現存している方はいないから、そこは、こう、やっぱフィクションとして書けるみたいな。その辺のバランスとか、面白さ、難しさって、どんな感じ。なんですかえっと、実と、これ。 僕がフィクションを入れ込む余地ってそうだな足利尊氏が家督を継ぐぐらいの人物設定でしかなくて、うんはい、あとはほぼほぼ史実通りに書いてますそれを僕なりに、はい、アレンジして書いてるっていうのが。えー、と家督を継ぐ,継ぐまでの人物設定っていうところのフィクションはつまり即筆の次男とかは事実は全部事実です、はいあ。全部事実なんですけども例えば <laughs> 海にに遊びに行ったとかそういういののは僕の創作ですよねあなるほどね。逆に言うと、はい、どういう局面局面で事件をいっぱい起こしてると、うん、高氏が判断してきたものがブレブレでこの人間は本当はどういう人間だったんだろう、うん、っていう最初の設定をそこで決めなくちゃいけない。はい、そこは結構創作を使いましたよね。うん これちなみに垣根さんのイメージだと書く場所が初めから書くとは限らないみたいに何かで結構昔のインタビューですけど見たんですけどこれは本当に最初のところから書いてるんですか、うん、ていうのが、はい、もう書き始めた時は書くことは全部決まってるんですよ、はい、抑えるべき歴史的な出来事がいっぱいありますからこれはもう最初から書きましたね。こう歴史小説以前の時とやっぱり書き方は歴史小説時代小説はある意味型はあるんですか えっと方は文体としてはあります。文体とすると。うん、それをもうちょっと説明していただく。いえっと、僕は型は文体にはありますけれども。はい、小説の構成形式はその人物に合わせます。逆に言うと、その文体で全体の流れが決まることもありますから。うん、いや、でもなんか、私が歴史小説、お話したように、読めてないってこともありますけど、ちょっと個人的な新鮮なのはこの垣根さんのこの。本の中にも垣根さんが結構出てきますよね。あ、これはそういう話にしましたね。はい、あえて自分の、はい。 多少主観を出すという小説にししまたそれはんかそれも理由聞かれても困るってあるかもしれないですけど何かあったんですかえっと例えばこれは織田信長であるとか明智光秀であればある程度パキッとした生き方をしてるんですね彼はって統一感がすごくあって例えば織田信長だったら「おら日本統一すると俺が文句を言わせてこれぶっ壊す全部皆殺しだ!」みたいな感じの生き方がありますよね。 だそういういいい人間に関ししててて僕補足してあげなくてもいいんですよ一直線にあの霧を揉み込むように進んでいくんでただ高氏って、うん、こんだけ自分がない歴史上の人物ってなかなかいないんで、うん、下手したら読者が戸惑うこともあるだろうと。はいはい そうするとそこを補足する意味で多少の主観は入れるしかないのかなっていう判断でやりました。はいはい、いや面白いですね。ご本人がね、もちろんこうなんていうんですか、それ決して壊してないんですけど、ストーリーテーラーみたいな感じで。まあ本当はね、それはやりたくなかったんですけども、そうしないとやらざるえな、はい。やらざるえないです。こんだけ要は外側のフィギュアの形が曖昧な人間を切り取るって、そもそも切り取ること自体は超難しいんで、そうするとある程度現代的な。 神の視点から多少セグメンテーションしてあげた方がいいだろうなっていう予感はあったので。これ順番で伺うとやっぱりそう、ね 高氏そして、ね、弟の忠義そして諸直かトライアングルはやっぱり非常に際立って、まあ、3人とも主人公かなみたいにもね読めると思うんですけど、はい、そっちのつまり高氏だけでは史実としては当然その2人はもちろん支えてたと思うんですけどストーリーとしてもその2人がまずある程度際立たせようっていうものがあってその上でもちょっと俺入っていかないとみたいな感じだったのかど,どういう感じってとう人か 書くのって内面がない人人ななんでこの人困難なんででこの困難うふうに考えて書いたところで、うん、ただ単に「あ,あ黄色だ」っていうのは黄色だと思う人間なんで「<laughs> あ綺麗っていうのは綺麗と思う人間なんで、はいはい、何のこうなんつうの食いつきどころもないつるつるつるっとした人間なんですよね。はいはい、ただそこが一番実と彼の怖いところっていうか、うん、特徴的なところで、はい、でもそれって本人の内面を描写することによってその凄みって出ないんですよね。 そうですね逆にどんどんん出てこなて、うん、そ,うそうするともっと身近で死ぬまで付き合わなくちゃいけない関係性の人間そうすると弟と羊の,甲の諸直になにりますねそこからこういう虚ろの王みたいなやつは空っぽの人間ですよね、はいはい、描写していった方がより尊氏っていう人間が立ち上がってくるだろうなっていう、うんはい、考えてそれでえっと基本的には尊氏と足利忠義の西天のみたいな。はい 進めることにしました。なるほど。いつも、えー、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。 えこの度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中でえ見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかというコンテンツもえアップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいたえ皆様からのメンバーシップのこの回避はですね、インタビューシリーズの 制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費宿泊費その他取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています最後になぜ僕が無料でインタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてくださいこの一番の理由はですね僕自身が人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからですそして何より国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました前に進む勇気をもらいました救われましたという声をいただき続けてきたからに他の ありませんこの声は世界がコロナ禍に見舞われた2020年頃から一層増えたように思います。これは本当にありがたいことです。ただ、同時にそれだけ心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることにおかならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期をこの数年送り続けてきました。でもこんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学びに、 溢れるまだ見ぬインタビューを送り続けることがインタビュアーとしての自分の使命なのではないかと強く感じています世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ僕はインタビューの力を信じていますこれまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん今後は僕たちと同じ姿勢の人普通の人の声に耳を傾けたり八重もすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っていますそして 彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく本としてもしっかりと残していきたいそう考えていますそんな思いに共感してくださる方がこのメンバーシップの一員になってくださったらこれほど心強くそして嬉しいことはありません是非メンバーシップの方でも皆様とお目にお耳にかかれるのを楽しみにしています以上早川陽平でした